古事記、判例、武田雄吉。一、本書は古事記、本文の書き下し文に客注を加えたもの。現代語訳、解説、及び作品からなる。一、古事記の本文は新福辞本を定本とし、他本をもって皇帝を加えたものを使用した。 その工程の過程は特別の場合以外はすべて省略した。1、書き下し文及び作品は歴史的仮名遣いにより、その他の部分は新仮名遣いによった。漢字はすべて生体を使用した。1、古事記は三巻に分けてあるだけで、内容については別に表題はない。 底本とした「新福寺本」には情報に見出しが書かれているが今それによらずに新たに章を分けてそれぞれ番号や表題をつけこれには括弧をつけて新たに加えたものであることを明らかにしたまた「歌よには末尾に括弧をして「歌よ番号を記し作品に便にすることとした